ジェームズ・アルフレッド・ユーイングサー・ジェームズ・アルフレッド・ユーイングは、明治時代の日本で活躍した、イギリスの物理学者である。親とい外国人の代表の一人、スコットランドのダンディーで、牧師一家の子として生まれる。エディンバラ大学に、小学生として入学し、同大学の教授であったフリーミング・ジェンキンの教え子となる。同大学卒業後、グラスゴー大学に勤務し、 ケルビン教として知られているウィリアム・トムソンに従事し、物理学の教鞭を取った。また、同時期にトムソンと共に、大西洋で、初の海底電線を設置した。1878年9月に、トムソンの推薦及び、日本政府の将兵より来日した。東京帝国大学に雇われ、物理学や機械工学等多彩な学問の教鞭を取った。また、同時期に、 当時同じく日本で活躍した同郷で同じ地震学者であったジョン・ミルニア、トーマス・エル・グレイラと共に地震学に興味を持ち、日本地震学会を設立した。この業績を活かし、水平振り子式の地震観測系や二重振り子型の地震観測系を発明する東日本における地震研究の近代化に大きく貢献した。文下に田中建愛吉がいる。 1883年6月人気満了となり、帰国した。帰国後は、生まれ故郷のダンディの大学で工学の教鞭を取った。7年後の1890年には、ケンブリッジ大学でも機械学等の教鞭を取った。この業績により、イギリス海軍の長官に就任し、母校であるエディンバラ大学副総長も務める、当一役有名となった。 1887年王立協会フェロー選出、1889年同協会から、ベーカリアンメダル、1895年、ロイヤルメダル受賞。ありがとうございます。